です。こんばんは。すいません、今は iPad と格闘してました。立たなくて。リバースでもね送ったんですけど、ずっと配信でいい話しますって言ってた、いい話のメールを書いたのにもかかわらず内容が全部消えました。最悪。マジで最悪。だからとりあえず昨日のインスタの写真載っける、リバースに。リバースの方が画質がいいよってみんなが言ってくれてて、ちょっと本当かわかんないけど、まあでももともと755でも私なんか写真、インスタに上げた写真だけをただ投稿する用のアカウントみたいなのがあって、全然稼働してなかったんですけど、なんかそれを755でもやってたので、リバースでもやります。毎日、毎日ではないけど載せた次の日に投稿してます。リバース、ぜひ見てね。こんばんは。今頑張ってる、うちの携帯が待ってて。プラメよりウィバース、いやメールも送ってますよ。ただまあむずいな。リバースだとほんと短文、なんかマジで LINE みたいに送れるから、そう便利というか楽なんですよね。そうなの。だからメールは、いい話はメールしようと思ってたのに最悪。最悪です。とりあえずでもメールもなんかせっかく撮ってくださってる方が、ね、全然メール来ないんだけどってならないようにちゃんと送ってます。そうちゃんと送ってます。ママから、え、で、またいい話ないの？だから、うちのメール読んで、ちゃんと。ちゃんとうちのメール読んで。
もうママはもう私のことをねずっとそう私の一番のファンであり一番のアンチだからすごい発言してる今私。そうそうなの困っちゃう本当に困っちゃう。はるぴょん誤字脱字したら全部チェックして直されるしリバースさあ、あの誤字脱字してたじゃないですかそう、もう全部チェックしてされる。インスタも全部メールも全部。もうやめてほしい本当にって公共の電波を借りて言います最低な娘、すいません。コメント変えよう。やっぱでもボーナスタイムのこの時間が一番コインがたまります。嬉しい、ありがとうありがとうみんな。ドボーン、ハルピョンとたくさん当たるんでスタンプ買いましたありがとう、うちのカードにして対戦しましょう。すごい、ちょっと今ここで対戦してる人の名前晒していいかな勝手にまあでもファンの皆さんは別にいいよってことで名前晒してるんですよね。晒してるっていうか登録してるから別にいいと思うんですけど、今対戦した3人の名前、コバ、ジュン、梅すごい全員短文全員短文。コバ、ジュン、梅一人だけドボンライブ本気です長すぎ、うちだけ長すぎみずみんのファンの方とめっちゃ当たる、めっちゃ当たります。だからドレミズミンめっちゃ推してる。コウキさん、ハート、ありがとう。ハート。全然返してくれない、この人スタンプ。ドボンしちゃえ。返してくれないからドボンしました。すいません。みずみんがこんにちはるぴょん持ってるとか相思相愛でほっこりする。いや相思相愛だもん、嬉しい本当に本当に嬉しい。仕事しながら配信見てドボンしてる。お、マルチタスクできるようになってきてるみんなが
どんどんピョンズをマルチタスク人間にしようとしてる。楽しい。もうすぐ20億。マジ？すごい嬉しい。みんなありがとう。でも絶対に気は抜かない。え、本当？見てみよう。本当だ。すごっ。すごいじゃん。エイトの回数うちだけなんか半端ないじゃん。723回も8出してるよ。すごいじゃん。マルチタスクできないからコメントミスった。ミスったコメント探そう。みんな、あ、本当だ、ミスってる。育成ゲーム。育成ゲーム、ピョンズ育成ゲーム。ドボンの中のいいねは何かポイントになるんですか？あ、はい、なりますので、いいねしてください。え、ってか、なんか私のメンバーのお題は変わった。何、お題って何の話してた？なんか私のプレイ回数より全然プレイ回数足りてないのにファンの人の方がなんか強い称号を持ってるんですけど、これは何、バグですか？え、私、そう、なんか昨日なんかドボンの称号の話をメールで送ったんですよ。そう、そしたらなんか自分の対戦回数はこれだけどみたいな送ってくれた方がいて、え、全然私の回数の方がめちゃめちゃ多いんです。なのになんか、しかも私もその回数では全然もらえなかった称号なの、この鉄人の称号。そう、なのにそのしかも上の称号も持ってて、その人、その教えてくれた方、え、なんでってなってる今。え、待って、なんでってえ、メンバーだけなんか称号をもらえるのすごいなんかハードル高く設定してあるみたいなそう、え、なってなんでみたいな。え、その教えてくださった回数よりもはるかにやってるんですよ私そう、ちゃんと桁数も確認したし。え、そう、それです。その称号私持ってない、こんなにやってるのに。なんでちょっと抗議したい、ドボン会社なんで称号くれないの称号欲しい、誰も持ってない称号欲しい私。そう、いや多分普通にお前らはもっとやれって話だと思いますメンバーはもっとやりなさいっていうお達しだと思う、こんなにやってるのにまだ足りないっていうのか、こんなにやっているのに。スパルタ、ほんまにスパルタだった。え、私の対戦回数、プレイ回数半端じゃないですよ。
はい言わないですけど、すごいんですから。いや、わかんない。あ、でも全然そのやってない月とかもあったから、正直全然めっちゃもっとみんなの方がやってる人ももしかしたらいるかもしれないけど、悔しい。なんか私が持ってない称号を持ってるとか悔しい本当に負けず嫌い。 Now いいじゃん、上がらせてあげたらよかったのに今の。上がって上がって、もう私は上がれないから上がってどんどん上がって、どんどん上がって、ありがとう。オレンジジュース、ただ悔しいよって話。別になんかみんなにイライラしてるわけじゃなくて、悔しい。私が持ってない称号をみんなが持ってるっていう悔しさ、なんかドボンに対するこんなにドボンやってるのにっていう、そう、悔しさですね。このコップビール入れたら美味しそうだって。100均ですよ、こちら。これはあれです、あのお料理選抜の時にあのカップケーキを入れてたコップお料理選抜のあったじゃん、あれの時に、なんかそのなんていうの、層になってるケーキを作りたくって、そう、それでなんかそれが見える透明なグラス、なんか綺麗な透明なグラスっていうのが持ってなくって、そう、なんかめっちゃ長い細長いグラスとかなんかそういうのを持ってたんだけど、こう綺麗ななんかまん丸なグラスっていうの持ってなくて、100均で買いましたはい、オレンジのお酒だって、なっちゃんなっちゃんオレンジジュース、こうやって飲むからそう見えんのかなっちゃんオレンジジュースです。なんかすいません、ごめんって
スペードちゃうよごめんて、すごい意地悪してる。うち100均のコップしか使ってない。私はファンの皆さんがいたからいただいたコップばっか使ってる。あの昨日飲んでたミッフィーのとか。何 ?13131110 に欲しました。何暗号暗号来た。みんな解読して。バージョン R さんハートありがとうございます。配信してない時もずっと画面に突っ込んでるの。え、ずっと 100% ずっとではないけど、なんか早く出してよとかいやスタンプしてないで出してよ。でもとにかく出してくれない人に対して突っ込んでますね。とにかく出してくれない人に対して早く出してよってずっと言ってます。もう出してほしい、とりあえず。なんかもう何でもいいから。そう、出してほしいと思って早くしてずっと言ってます。やばい、もうすぐ育成倍増券なくなる。やばい、やだ、育成できなくなっちゃう。でも一番強いカードを使ってる時で 2000% 超えました。今超特攻があるからだと思うけど、でも嬉しい。イエーイ。超特攻？超特攻？わかんない。そう、万歳。でも今は特攻値上げのためのあれだから。ドボンの BGM フラゲの B メロっぽくない？気づいちゃった、気づいちゃった。正解です。B メロかわかんないけど、多分 B メロそうなんですよ。じゃあこのホーム画面の時の音声も何だと思いますか？てってってれてってれてみたいな。これだけはマジで一生ヘビロテに聞こえないんだよな。うちヘビロテのどこの部分ですか？本当に一生聞こえないんですけど、ヘビロテに一生このドボンの曲だと思ってるんだけど、うちてってってりてってりてってやつ一生わかんない。これがフライングゲットだなとは思うけど。そう、去年のドボンライブでドボンクイズみたいなあって、それで間違えたんです。私、え、マジで思ったことなくて、うちこれがフラゲだとは思う、めっちゃ思うんですけど、ティッティッティリティッティリティみたいな、全然わかんない全然わかんない。ちょっと本気で聞いてみていい？一回本気で聞いてみるね。ちょっと回せないの辛いけど、一回一瞬聞いてみる。いやマジで一生ドボンの音これ。どこ？ポップコーンが弾けるみたいなみんな言ってるけど、
ポップコーンが弾けるように、好きという文字が踊る、ポップコーン。ああ確かにぽいかも、ちょっとぽいかも。ポップコーンが弾けるように、好きという文字が踊る、顔や声を思うだけで、いても立ってもいられない、こんな気持ちになれるって僕はついている。なるほど、すごっ。ボーナスタイムやってるよ、勝負に出よう、対戦相手。そうだ、でもマジでも私の中ではドボンの BGM。 うちの中では一生多分ドボン、これがフラゲなのは分かってあげるけど、ホーム画面の音は一生ドボンの BGM。 うちはなんで一発目から8なんだろう、ね、よくいる一発目から8出す人、なんでなんだろうっていつも思う。私がね8のイベントやってるんだったらあれなんですけど、全然やってないし、色変えられたし最悪。あ、オート、なるほどね、オートではって。やだ、ファルピオンと対戦する時くらい。で別に他のファンの方ならいいけど、推しと対戦する時くらいはね。はい、何読めない、漢字わかんない。あ、確かに8出したら全部でドボンできる、その合計数が8になるとかだったら確かに出した方がいいかもね。それはある。昨日夜中の3時にハート全回復、なんでそんな時間に使った、ボーナスタイムに使ってくれ。メンバーによって8引きまくって8を出す子いる。え、はい、いっぱいいますよ。てかうちも昔それやってたもん、めっちゃ昔、ひなのさんと一緒にそれやってた。一生一生引きまくって一生8出してた。うん、なんか8を出したいからです。ボーナスタイムやってるよ、勝負に出よう、対戦相手。なんでかっていうと8を出したいからです。 AKB48、 勝つこと、その時はもう勝つことよりも8を出すことを優先してたんですよ。そうだから一生8を出してました。8っていうか8か分かんないけど一生出してたから、ドロー2とかドロー3ももうちょうだいって感じでしたね。上がるのは私たち、うん、あと昔やってたのはなんか必死すぎて、ドボンに必死すぎてめっちゃおもろいのが、本物のトランプを使ってみんなが何出したかをこうやってこうやってやってた。バカだよね、バカだよね、本当に。アイテムいただき、必死すぎて。ボーナスタイムやってるよ、勝負に出よう、
ほんと何やってんだって。 AKB48 そう、始めよっか。一回でも多く回せよって感じなんですけど、上がるのはずっと本気でやってたスマイル天使じゃないわ。こんにちは、ハルキョン使え熱ないとこ、泣きスタンプ送っとこ。あ、しかもスキップされた泣きスタンプ。いい感じ。あ、なんか別のスタンプも見えた一瞬。誰誰のスタンプ使ってんの。ミウディなんで本やってたら麻雀強い。え、私麻雀やったことないんでわかんないんですけど。あ、育成倍増券なくなっちゃった。麻雀やったことないんでわかんないんですけど、麻雀ってむずそう。なんかクイズノックさんが前に国旗の麻雀みたいなやってて、なんかそれを見てたらなんか意味わかんなくて意味わかんないなと思ってた。もう別に今から始める気にもなってないのであれなんですけど、今日はるぴょんさんと対戦いただいたんですが、ぴょんずの方に容赦なくドボン食らってて笑いましたえ、皆さん全然私ドボンしてください本当に。ただゴールデンベッドタイムの時だけはちょっとしてほしくないかも。約束、ドロー3なら出していいよ、私持ってるから。ドロー2はダメだってドロー2はダメだってブンブンそう、あのゴールデンベッドタイム以外の時はだ、9時から10時以外は私に全然ドボンぶっこんでください。はい、全然どうぞ。あ、でも他のファンの人にドボンされてたら良くないのか、むずいな。なんとも言えないわ。他のファンの人が私にドボンぶっこんで、え、だから分かった、はい、ゴールデンベッドタイムの時は当たらないでください私と対戦しないでください、約束。どうにかして対戦しないようにし絶対無理だよね。そう、ゴールデンベッドタイム、いや、ハート10個かけてるんだったらね全然あれなんですけど、勝たないように負け、勝たないように負けないようにするから全然いいですよ、全然何でもいいですよ、強いんで。橋本橋本2000パーあるんで頑張ります。一緒に頑張りましょう。ただ勝たないように負けないようにしてめっちゃ試合が長引くぐらいならもう秒でドボンしてくれって感じ。一回でも多く回した方がいいから。セナタンのカードがないのでハルピョンのカードセットします。え、嬉しい、ありがとう。
タート。まオレンジジュース、ドボン頑張るためにオレンジジュースをゲットした橋本。もうすぐ16。頑張るんだ。ホイミって何の呪文だっけ。回復の呪文か。じゃあ逆銀次さん、たもったもさん、ハートありがとう。一郎くんじゃない1億6000万ポイント、ハルピョンの個人ポイント。富山県民なので応援、嬉しい、ありがとう。やった。破滅の魔法とかって何なんか消える、消えていく魔法の呪文。あのなんちゃうじゃべ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 みたいなやつ。あ、バルス、それじゃん、バルスだ。一番わかりやすかった、バルスだ、バルスした。バルスは次いつ入るんだろう。 D さん、ハートありがとう。バルスだったわ。ありがとう。対戦コウキさん、 D さん、母さん、 D さん、母さんとか D さんとか伸ばす人しかいなすぎ、ウケる。ハートありがとう。コメント変えます。今日はスパイダーマン、シュッ、金曜ロードショーのツイートを確かフォローしてるんですけど、ツイッターしてなかったかな、おすすめで出てきてるだけかな、わかんないけど、スパイダーマンまであと15分ってツイートされてた。なんか昨日ゆきりんさんの何スイーパーじゃなくてなんて言うんですか、あのリスナーになるやつ、うちがスペースそれスペースを聞いてたんですけど、そうなんか日プ、日本プロレスじゃなくてなんだっけ、日本プデュみたいな話ずっとしてて分かんなかった。そう見てないから分かんなかった。でもなんか時間の無駄だからいつでも抜けてねみたいな言われたんですけど、いやうち大丈夫、 ずっとズボンじゃないずっとドボンしてるから大丈夫ですって思いながら
そう、ずっとドボンし、ずっとドボンしながら聞いてるんで全然大丈夫ですって思いながら。そう、あとリンゴジュースね。私がさ前さ、あの配信でさ、このリンゴジュースめっちゃ美味しいんですよみたいな言ってたじゃないですか、お話し会のみたいな。いや、その話題が上がってきて、そう、もうずっと聞いちゃった。そう、ずっと聞いちゃった。ジャーのリンゴジュース美味しいんですよ。企業案件来ないかなってぐらい美味しくて、ずっと飲んでるうち。キリンさんもきっとハルピョンの配信こっそり見て、やめてください、やめてくださいとか言って、本当に私の配信は一番本当ダメ、見ちゃダメ見ちゃダメ、ハルピョンの配信は見ちゃダメ、ダメです。てか誰かから聞いたかもやけど、ユイリーさんのメールにハルピョンいたよ、連絡来たよ、身内から。聞いてない、誰からも、初耳。なんで誰も教えて、あ、撮ってないからか、いいな、なんで誰も教えてくれないのって。撮ってる人ぜひ教えてください。てか知りたい内容、お前が撮れよって思うかもしれないけど、内容知りたいな。あー、やっぱだから本当に送りたかった今日のいい話のメール、悔しい。もうもうほんもうイライラする、もうイライラしちゃう本当に。まあでも何があったかはみんなウィバース見たりとかしてくれてると思うから、みんな別にハルピョンに催促しないはず。催促してる人はウィバース見て何があったかはもうウィバースを見てください全部。もう悲しい出来事があったんですウィバースを見てください、ウィバースです。言えないっていうか見た方がおもろい見た方がおもろい、うん、言えないわけじゃない、見た方がおもろい、マジで。え、結構なんか30分ぐらい引きずった。あ、そう、ウィバースの投稿じゃなくてウィバースの DM の方で見てください。よろしくお願いします。いい感じ。辛い出来事、なんでなんだろう、何が起こってどうしてああなったんだ。バルス突然バルスって叫んだらやばいよね、やばい人間だよね。
流れた。突然はやばい。街の至るところが破壊してったらやばい。めっちゃおもろい。そうだった申し訳ない。でもやばい、やばすぎる。ベルリンの壁崩壊。この世界で破壊していいものってなんだろう。あれ、ベルリンの壁って1999年でしたっけ。私の前だっけ、1年前だっけ、違ったっけ。あれ、いくつお嬢ちゃんいくつ。リバースしてみる。お嬢ちゃんいくつ。あ、1989。ああ惜しい、10年前だった。惜しい。ああれか、ノストラダムスが私の生まれる直前か。え、もうすぐじゃん。1989年11月9日、もうすぐなんだ。ノストラダムスが99年か。ごめん、そうだ、そう、だからその予言が外れたおかげでうちはここにいます。みんなもかここにいるのはみんなもか。そうなんだ、もうすぐベルリンの壁崩壊なんだ。いい感じ。崩壊なんだ。崩壊して何年なんだ。パルス、急にまた叫び上がる足元また叫び上がるやつあ、やばい、バースト、バースト、それはバーストだって。危ない危ない危ない。よかった、ハートありがとう。ラピュタ前見たよね、一緒に。ポムジーだっけ、推しの名前忘れた。ひどいファンだ推しの名前忘れるなんてひどいファンだ。最低なファンだ私の名前を忘れるなんて。ファンの風上にも置けないってなんだっけどういう意味。みんなの方が日本語知ってるからさ、聞いちゃう。T さん、ハートありがとう。ダイヤ、俺の推しの名前なんだっけ。ロバンライブ本気ですです、こんにちは。こんにちは、ロバンライブ本気ですです。どうも。どうも。あっ、1億いきました。1億6000万。 AKB48 イエーイ、ありがとう。あとインスタ更新したからみんな見てね。
ミヨンさんの危ない危ない、言おうとしちゃった今いやナイスドボン、これはピョンズピョンズピョンズ、あ違うわ、ピョンズハルピョンピョンズ誰かのファンだったんですけど、ナイスドボン今のは。いやヤングマガジンの、ヤングマガジンのミヨンさんの表紙見て危なかった今、ミヨンさんの危ない、セーフ、アイドル橋本アイドル春菜セーフ、危ないです。3.14 がこんにちはしてた。言っちゃった方が楽なのにね楽なのにねとか言って、やばい、こういう話をすると本当にこれが本当にこれがお酒だって疑われる、よくない。いい感じ、よくない、本当によくない。やめよ、でも私、あ、いや、なんでもないです。危ない、よくない、セーフ。ギリギリセーフ。メンバーがやればいいんですよ。最近一般から需要があり、やりたいなと思うメンバーがやればいいと私は思います。ペンちゃんの水着チェキ当たったけどしまって、もう一生見ることなさそう毎日それにお休みって言ってから寝てください今日もありがとうお休みって言って寝てください ランク何になったんだろう今。もうちょっとよろしくお願いします。私のさ水着チェキ、なんか失敗作じゃないけど、なんかチェキって結構何枚か取って余るんですけど、それどこ行ったっけなそう、あの失敗した時用にチェキ何枚か、なんかすぐには見れないじゃないですか、だから何枚か取るんですよ。でそれもらったの、その
撮影終わった後にいただいたんですけど、どこ行ったんだろう。どっか行ったな、そういえば。どこやったっけな。どっかにはある。どっかにはあるよ。富山県のどっかにはあるよ。え、ほら今あずちゃん絶対声ちっちゃかった。ヤギちゃん、なんかさ、私のさ推しでやってる人がさ、なんかヤギちゃんが来てさ、声ちっちゃってなるのは、え、めっちゃあずあずって押されるんだけど。何、待って、時間合わせしてた。え、ごめん。え、待って、ちょっとツイッター見るね。え、マジでごめんなさい、たまたま当たっちゃった。え、本当にごめんなさい。リバースしてみる？時間合わせはしてない？え、全員あずあずってスタンプ。時間合わせはしてないのかな。わかんないや。申し訳ない、わかんないけど、ショールームで言ってたのかな。ごめんね、あずあず持ってなくて。あ、そう、ソロ曲の子です。すごいよね、だってソロ曲の子。ソロ曲の子ですかって言ったら、あ、そうですって言って通じるのがすごい、やっぱソロ曲するって。 D さん、ハートありがとう。あ、ショールームでドボンしてんだ今ヤギちゃん。なるほどね。だから時間合わせ当たるんだ。時間合わせってか音合わせでみんな当たってんだ。ヤンズの中に葬られたメンバーと一緒か。ごめん、葬っちゃった。葬っちゃった、ごめん。ね、研究生めっちゃやってるし、多分蜂の数とか見てても多分めっちゃいっぱいやってると思うんですよ。でもやっぱこうポイント数で言うと橋本だけ1億6000万ポイントっていう、そう、意味わかんないポイント数なんですね。多分それってマジでこれまでの実績っていうか、いや、そりゃ最近研究生の子たちは始めたからだと思うんだけど、なんていうの、この推し、何これ、推しギフトみたいなあるじゃん。何これ、推し面の力を上げるこのギフトみたいなのがさ、やっぱさ、うちらは初期から始めてるからさ、その個数が少ない状態でガチャを引いてたからさ、より揃いやすかったわけですよ。そう、だからメンバーにはなんかレインボー贈呈してあげてほしい。かわいそう。そう、なんか研究生だって一緒に始めてるわけじゃないからさ、そりゃさ、もなんていうの、今からガチャ引いてもさ出すの大変なんですよ。そう、だからメンバーにだけでもいいから配布してあげてほしい。
あとめっちゃやってたからさめっちゃやってるからさ、あのカードマックスのカードとかもいっぱいあるじゃないですか私は。そうだからなんかね、むずいけど、まあしょうがないのも事実。エンドレッドさん10クマありがとうございます。待って、あ違った違った、上がるのは私たち。あ、応援グッズだそれ。応援グッズは正直マジで初期の時に引き漁ってるか、それかもう本当にかコインがもういらないですみたいなぐらいじゃないとやっぱ引くのあんまおすすめしないかも。結局最終手段みたいな感じ。マジで応援グッズに関してはそれよりも自分の推しメンのカードを集めた方が絶対にいい。一押しガチャをいっぱい引いた方が絶対にいいから、あんまおすすめしないかも。ねえ、むずいよね。上がるのは私たち。ドロー2チャンス。ドロー2。うん、やっぱ。まあそりゃあね、ずっとやってる方が強いよっていうのはあるんですけど、メンバーは、いやでもこれが勝負の世界。これで一律で同じの渡されちゃったら勝てないかもしんないから、ハルピョンが。逆に毎日こう毎コツコツ積み上げてきた結果のアカウントだから、うちのこれは大事にこれからも使っていきます。そうだよね、そう思う。だって別にこれがさ、なんていうの、一緒に全く同じ年月やってる人もいるけど、でもこうレインボー揃ってない人もいるじゃないですか。ちゃんと やってきた結果だと思って、そう思います。私はやっぱまだそんな優しい先輩にはなれないそんな心優しい先輩には私はまだなれない。負けたくないからね。そんな変わんなくない？ 8 の差そんな変わんなくないは嘘だけどいや今日研究生講演してたからね。ボーナスタイムやってるよ、勝負に対戦。ごめんって、ほんと AKB48 橋本春菜、暇人が。
でもこの間オカリナの卒業公演の時にドラさんの子たちが何人か見に来てたんですけど、いい感じ、キョン、多田京香ちゃんがなんか私たちがドボンやってるところを見て、今まだドボンのイベントやってるんですねみたいな言ってて、いやもう私ログインできないんですよみたいな、卒業したらこのアカウントなくなるのかと思って、こんな3年間大事に大事に育ててきたうちのアカウントが、え無理なんですけどと思って、どうしよう嫌なんだけど、何時間かけたんだろうってぐらいこのドボンに一生マジになってきたものがなくなる、つらい、無理まだ卒業しないですけど、全然。イバジュンさん、マルガンさん、ハートありがとう。まだ油断はできない。今メール見たけど、いいメール、英語バージョン、なんか英語バージョンじゃなくって、そのなんていうんですか、なんか何語かも分かんないんですよ、まず。そう、いい感じ、何語かも分かんなくて、なんか英語でもなくて、でも英語っぽい単語も入ってて、でも英語で翻訳しても全然出てこなくってそう、なんかむずい感じで、でなんか翻訳もできないから、そのアプリを使っても何語か分かんないから翻訳できないから、もしね、もし私がこのメールをみんなに送った時に、なんか普通にただなんか好きな食べ物はなんちゃらですみたいなメールとかだったらいいんだけど、それとかその私が送った文章が勝手に翻訳されてとかだったら全然いいんですけど、例えばね何時何分にここでなんか爆破しますみたいな内容だったら全然そんなこと書いてないんですけど、もしもなんかそういう良くない内容だとした時に、なんかハルピョンのここが嫌いとかそうだった時に怖いから、ちょっと翻訳したのも翻訳してないのもちょっと載せるのやめようと思って、そう、ちょっとやめてます。常識人だった橋本、意外と一応モザイクもかけてウィーバースにみんなの元には届けたんですけど、そう、何書いてあるかもわかんない何語かもわかんない、何あれみたいな、謎みたいな、謎の文章が出来上がっちゃった。誰か、だから私は晒して誰かが翻訳してくれるんなら、わ危ない、そう、この全世界に発信して誰かが翻訳してくれるのであれば翻訳したいですけど、翻訳したいじゃない、発信したいですけど、もしもね、じゃあすごい良くないことが書いてあってみ、正解がどうのこうのみたいな、正解ってそっちのなんかピンポーンの正解じゃなくて政治のみたいな、よくないじゃないですか、ダメじゃないですかそう、もしものことがあった場合に、橋本がそんなことでアイドルやめたくないのでそう、ちょっと載せるのやめようと思って、やめました。
なのでしかもさ20分ぐらいかけてメール書いたの。まあもちろんゴールデンベッドタイムしながらだったからちょっと時間かかったのかもしれないんですけど、でもいろいろなんかどうやったらみんなに伝わるかなとかっていうのを考えて必死に書いたあの素敵なメールが一瞬にして英語になって、英語じゃないもう海外の言葉になって、はみたいなはみたいな、意味わかんないんだけどみたいな、えドボンされるしつらはみたいな、もう結構引きずって、まだ引きずってます。みんなにとなんかずっと送る送る詐欺してるし、みんなに届けられなかった辛さと、私の20分みたいな悲しさと、まあ、20分どころか2日3日ぐらいみんなを待たせてるしみたいな、もう最悪と思って、もう懺悔の気持ちでメール3通ぐらい送った、あのあと3通ぐらい送ってる。てかもう半なんだ、もう11時半だ、終わります。コジーさん RTX4080 さん、ハートありがとう、ありがとう。今回のシークレットの、あズッキー声聞いとろ、うん、やっぱさ、やっぱ研究生絶対声ちっちゃいよね。やっぱ絶対そうだ、ズッキーあんま何も感じなかったもん。スキップしてみる？スキップ。俺もさっきズッキーと当たりました。関節じゃん、じゃあうちら関節的に当たってんじゃんうちら、イエーイ。ガールズドライブね、ガールズドライブに全然私見てないんですけど、そうまだ公開されてないですよね、なんか先行公開みたいな舞台挨拶みたいなのではされてるけど、まだ公開されてないと思うんですけど、あの舞台挨拶じゃなくてなんだっけ、ガールズドライブに私知ってる人、まあこっちが一方的になんですけど知ってる人が出てて、そう前に見てた恋愛リアリティショー、多分恋愛ドラマな、恋をするなんだっけみたいな、恋愛ドラマなんだっけもう最近全然見てなくて、美容師なんかピンクの髪の人、恋愛ドラマな恋がしたいそんなだっけ、全然忘れたけどやばい、もうアベマから最近離れてってる、やばいやばい、もうずっとドボンしてるから。そうでもとりあえずやばい、アベマ見るね、またまた話そうアベマの話は。でそう、それで出てる人ピンクの髪って言ってた、なんか舞台挨拶の映像見たんですよ、そうあの YouTube で流れてきたから、だからそれ見てたら、え待ってみたいな、この人顔知ってんだけどと思って、そうえって、しかも名前も言ってて、小栗ゆいで、小栗ゆいですみたいな感じで名前も言ってたから、名前もう一回戻して聞いたら、待ってみたいな、え多分そうだったはずみたいな、だから知ってる人が出てました、知ってる人、一方的に知ってる人が出てました、そうびっくり、そんだけ全然向こうからは多分知られてないし会ったこともない
すいません、勝手に知ってて。あの画面の中の人です。だから、私で言うとか言うとあれですけど、ほんと、なんていうの、ほんと、ただの、なんていうの、こっちが一方的にただただ知ってるだけの人って感じ。なんて言ったらいいの、向こうからしたらただの視聴者。スキップしてみる？そう、向こうからしたらただの視聴者。会ったことない。一回もない、ゼロ。知ってる有名人、そう、全然、勝手に知ってるだけ。びっくりした、私。ゆいゆいたち共演してんだみたいな。っていう感じでした。ということでランキング読みます。今日も24時まではドボンしてるんで、ぜひまた対戦しましょう。この後は YouTube 見ながらドボンします。ランキングいきます。ミヨン163、ハートありがとう。ランプさん、ハートありがとう。あと1回で奇跡だって、頑張って。頑張ってしか言えない。頑張っていきます。1位 D さん、ありがとう。2位サプライズレバーさん、ありがとう。3位エンドレッドアットピョンズさん、ありがとう。4位鉄道の伊藤アット松島から盛岡約4時間、お疲れ。バーストは良くない、ピョンズやめろ、バーストはやめろ。5位イバジュンさん、ありがとう。6位口の大子さん、ありがとう。梅かゆ。7位コウキアットハルピョン推し200ケツ、めちゃ200ケツまであれしちゃった。ありがとう。5位、間違えた。8位マックミックさん、ありがとう。9位トラックヤロアトゴリさん、ありがとう。10位哲也ハルピョン大好きさん、イエーイ。11位コロポックルさん、ありがとう。12位直吉さん、ありがとう。13位ベベモンさん、ありがとう。みんなありがとう。私も明日もほんと回せるだけいっぱい回すんで、ぜひ皆さん対戦しましょう。
累計20億超えた。だってみんなありがとう、本当に絶対に気は抜かず生きていきたいと思います。ドボン終わる頃にはもやし食べてそうです。私ももやし、だってもやし美味しいし、もやしもでも最近物価高だからね、もやしより安いの見つけよう一緒に。あ、確かにハルピョンもやしレシピ考えればいいのかな。あり。でももやし食べろって推奨してるみたいってちょっと嫌。いやか。もう少しで上がりだよ。考えましょうみんなで。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はるー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7441人盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。富山県出身ハルピョンこと橋本春菜でした。皆さんありがとうございました。またこの後も本当24時までずっとやってるんで、今日も今日何時に起きたっけ、うち8時半ぐらいに起きて24時までずっとやってるので、また対戦しましょう一緒に。いや本当にね、本当はね、でもこの後にねお風呂に入らなきゃいけないの。そうだから本当はね24時に寝ればね7時半に起きれるんだけどね、今からお風呂に入るから24時には寝れないの。そうだからとりあえず頑張って頑張る。でもすごくない？ハルピョンがこの橋本春奈がさ、やばいねえ、早く配信終われよって思わないで。今日ご飯食べようとしてる人いない？大丈夫？大丈夫かな。あの橋本春奈がしかもアラームかけずに起きてるんですよ、うち毎日アラームかけずに毎日7時半とか8時半とかに起きてんのやばくない？しかも一度起き、もう二度寝なんて一切してない、ここ4日、3日、本当にすごいと思う、マジで。そうだからみんなもぜひ朝から、まあでもボーナスタイムとかにね多分みんなはやった方が効率がいいのかもしれないんですけど、またそのなんかに何 ?1 時間おきに見れる CM のやつとかはぜひ対戦しましょう。ということでねえ、まだバイバイって言ってないのにバイバイされてる、やだということで、それでは最後にキャッチフレーズじゃない終わりたいと思います。ありがとうございました。すいません、キャッチフレーズしてまで長々と喋ってありがとう。またね、バイバイ、おやすみ。対戦し最後だけ音鳴らしてから終わろう。バイバイ、おやすみ。当たった誰かと。あ、2人と当たった、嬉しい。しかもいつも百穴に入ってくれてる2人だ、嬉しい、ありがとう。またね、ありがとう、バイバイ。